さーて今度こそやってやるぞ。まずハピコトーネード、一番ダメージ出るの誰だか、ジャイアントストーンかな、ジャイアントストーンかもしれん。ブリザードレイン、あー TP が足りない、 TP が溜まってるやつ誰かいないか。マーローさんそこそこ溜まってる。うん、さーてブリザードレインがいいか、ブリザードレインかな。これでどうにか1体だけでもザコ落としたいが、どうだ、スタン、よし1体落とした、1体落としたけどもこれでカバー入っちゃう、きた、これ1体1体落とせたから多少は楽になるんじゃなかろうか。コージャリジェネかけたいけどヒールを回復してあげて、ハピコ、ハピコを強化しよう、ハピコメイン火力やからほんまに。んー、マーロさん持ってかれたい、キヒキ様いた、それとりあえずレプトス出してジャイアントストーンオン。とりあえずレプトスで回復薬全然ないな。ブリザードレイン、ナイスクリティカル、ハピコ連れてきてマジでよかった、ありがとう。状態異常、耐性を上げる。あなたはどうする、もう死ぬかもしれんけどここは攻めるか。よし倒した、あとはザコのみ、いけるやろ、あとオートでいいやろ、やったぜ、ふう、なんとかなった。ちょっとね、赤いやつ出てきてる、おいまだまだ来んのかよ、いや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 、これこれこのこいつらいっぱい出てくんの、それは想定外だよ、これは私想定外でございますよ。どないしようかなこれ。あーくそ、即死がマジで鬱陶しい。ナイススタン、ナイススタンです、スタンが入るんならば、スタンが入るんならばこれ結構やり終わるよ。暴れ回る、あークソ、 TT さん持ってかれた、ザッコは結構落とした、ザッコは結構落としたとはいえ、ガルガンチュアかも、今さらガルガンチュアやけど、急確率スタンでなんとか、とりあえずハイジャクラで回復しようか。あー、スタンになってくれないか、スタンが効くんだっちゅうことは分かったけんども、これ逆にこれ1体だけになった方が辛い疑惑ある、辛い疑惑あるよこれ。あー、ジュリア隊長マジで役に立たないそれ。ハピスラ、サンダーバード、いやエファーント、変身、スタウ、スタンがマジで鬱陶しい、ゾイ、ジャイアントストーン、プラズマファーントとかしかないけど、もうもはや、闘魂ラッシュ微妙い、かばってる間は攻撃してこなかったりする、してくるんかい普通に、でもなんとかなるじゃろこれ、あえてかばわせた方が早く倒せるか、そんな気はする。よし、なんとかなった、
っともう戦いたくねえ、もう戦いたくねえ、もう戦いたくねえ、もう戦いたくねえよ本当に。これ MP もねえ、ハピコ連れてこなかったらマジで積んでた可能性あるなこれ。MP 回復、 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 MP 回復、どこだ、メンタルグランパ、うん、敵でないでください、敵でないでください、敵でないでください、よし、島から早く離れよう、ふう、わあ船追ってきてる、お前らだったらなんとかなる、うん、追ってきたことを後悔してやる、後悔させてやる、やった、敵がうまく動けてない、なんとかなりそうだな、意外と倒しきれないんだなこれ、ふう、あー結構追ってくるなこれな、結構追ってくる、結構追ってくる感じですね、うん、ナイスクリティカル、睡眠だから大丈夫、 OK、 なんとかなったか、ふう、追ってはやめました、さすがに消耗するだけと気づいたのだろう、鍵ある船を全て沈めるわけにはいかないだろうしな、どこかが攻められてる、どちらに援軍を迎えば、なんか来た、竜人、高速潜水型の竜、まさかのボス戦、ディープシーサーペント、やばそうなの来たこれ、どうしよっかなこれな、どうしようかね、ジャイアントストーン、とりあえず TP 貯めるか、 TP チャックだ、フィジカルバリア、結構痛い、ありがとう、暗雲が立ち込めた、雷が落ちてくるとかそういう感じか、これ雷とか聞く、とりあえず防御して、なんか変な雷マークついてんな、雷来そうな雰囲気だなこれな、急確率スタン、これはサンダーボールをかけよう、どうだ、次のターン必殺攻撃、必殺ブレス、レジストしてそんだけ食らうの、一応防御しよう、氷かー、そこそこレジストったけど、はあ、どうやら行動の隙間を縫って雷を落としてくる、雲を操ってくる、守りにくいな、一緒に一度に行動してくれると助かるんだが、レプトス、TT ども、敵、竜人の弱点は分かるだろうか、氷に弱い、雷も平気、弱点はない、防御力は低いよ、多段ヒットする技は通りやすい、なるほど、とりあえずハピスラ、ハピスラのどうすっかな、とりあえずリカバーかけるか、スタンしてくれたらいいんだろうけどね、中スタン、アイスクロウ、全然効かへんな、わあ、息をするだけで、今度はあれか、氷系か、あー氷のバフとか持ってねえぞ、氷のバフとか持ってねえけんども、ウォータープレッシャースタンになれい、とりあえずフィジカルバリアだけでもかけとくか、沈黙、ヒーティーティー様沈黙マジやめてほしいわ、ヒーティー様沈黙はなしでしょうよこれ、ちょ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 い、レイクアップ竜王、魔導チャクラでもかけとくか、
ターンにならないんだったらレプトスの火力もいまいちか。次のターン必殺。うわー、沈黙毎回やってくんのマジでやめてほしい。大荒れの天気になりそうだ。今度は水か。ハッピスラが一番火力出んのかな。ジャイアントストーンの方がいい気はする。ちょっとあなた自分で自分を直して。何もできない。通常攻撃。レッドスカイツか。ハピコだけ異様に硬い。どうすっかいな、これな。リカバーで回復して、カゴの陣つけとくか。状態異常がマジで鬱陶しいぞ。ナイス、こうじゃりでね。やー強それ、急に強。あー、もうこれは厳しいですな、ハピコさんな。なんかすごくいいアイテムあったと思うんだな。すごくいいアイテムあったと思うんだな、これな。ゼニアッタの愛情結び食べて、リボンして、ヒット雷超弱体。またそれ。あー、こりゃまずい。これはそこまで痛くないんだな。やった、痛いわ、普通に痛いわ。それリカバーして、どうする。過去の陣目とりあえずもう一回かけて、心臓ヒーローハピコにかけるか。バフかけた方がよかったか。痛い痛い。カピスラ、カゴの陣はかかってるから、スタン、あれだな、神様ランチ MP が、神様ランチもあと1個しかない。これはまずい。これはまずいぞ。このターンがマジでやっべえことしてくんだな、敵がな。これな、リカバー、どうする？どうするどうするどうする？とりあえずフィジカルバリアしとく。沈黙。カゴついててもめっちゃ沈黙にしてくるやんか君。キュアオール、防御、大荒れの天気。ここはちょっと防御でしのごう。マジ死人が出たからさっき。これリカバー、防御防御。キティさんも死んじゃうかな。死んでもうたー。で次のターン必殺の構え。ジュリア隊長が献身の大盾でなんとかしてもらえませんかねと。持ってかれた。いや厳しいよ厳しいよ厳しいぞ。どうしたらいいんじゃこりゃ。ほんまにこれ、ベル君リゲイン、ベル君リゲイン、ベル君リゲイン、リゲ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 、どこベル君リゲイン、どこ
パーティー編成がいけてない気はしないでもない。ふー、サンダーボールもかけて、火力がいまいちなんだなこれな。あー、レジストして持ってかれんのそれ。ダバ誰出すかいな。ハオちゃん出してみようか。 MP がないんだな。録画の時間もやべえんだな今な。グランパ、次のターン必殺。まだ、あ、黄色い。そろそろいける。黄色くなってきてるぞ。ナイスです、紅茶。沈黙マジでやめてください。ダバそれ。奇跡の香りとか使えばよかったんだな。ちょっと待って、もうちょいで倒せそうだけど。もう何やってるんですか。ナイスカウント。おー、あれこれやべえ、やべえターンだが、攻めたい。アップねー、これもう攻めて味方全体をこのターンの最後に全回復。あー、このターンの最後に全回復か。とりあえず奇跡の香りやって、レプトスも死ぬだろうな。攻めよう、ここは攻めよう。もうちょいか、もうちょいか、これあと火力を出せそうなキャラ。レイアントストーン、サンダー、プラズマファントなんていうゴミみたいなダメージしかないけど。お、来たか。やったー、ギリギリだったー。いや、これ長期戦だったな。辛い、辛かった。ふう、手強かった。この分だと攻められている先も相当な苦戦を強いられているだろうな。このような水上戦特化のルビド他にもいるんでしょうか。今までも海岸警備隊とルビドは船に乗って小競り合いを繰り返してきたのでしょう。このタイプの戦力を今まで一度も見たことないって変じゃないですか。プリシラたち海岸警備隊組だな。魔法使いの塔は四方を海岸で囲まれている耐えるだけなら制海権にこだわる必要はない。やはり援軍に向かう先は地理的にも海岸警備隊が妥当か。ようそろう。なるほど。裏を書かれたわけでもないのになぜ今日という日を選んで竜人は大戦力を動かしている。私には何ら変わりのない夜に見えるが、昨日と今日とで決定的に違うことが奴らの中にはあるのか。どういうことでしょうね。さて、はい、オープン。あら、あらら、また負けてしまいました。今度の2ペアには自信があったのですが、お強いんですね、イリスさんって。ちっと優雅とわらわになりそうなほどウィークなんだよ。それじゃあ、はい、こちら掛け金の4ゴールドですわ。ヘイプリシル、相手が変わってくれです。今度ヌーブとポーカーをやりに来たんじゃないぞ。もともとカードゲームは暇つぶしですし、平和なのはいいことじゃないですか。それでも攻めてきてほしいんですか。攻めてきてほしい。困った人ですね。そんなに刺激が欲しいならバトルの内容ポーカーから腕相撲に変えるといいですよ。腕が折れるわ。まあイリスさん、そんなに怪力に自信が。セイムユースユー。それにしてももう3時ですか。あと3時間もあれば夜は明けてしまいますね。お二人とも大丈夫ですか。3人とも起きてる必要はありませんよ。ベッドも空いてるし、仮眠を取ってきたらどうですか。いう、私の相手が面倒になってきてるだろう。そんな、それは違いますよ。イリスさんの相手が面倒なのはずっと前からです。暗い気言うて。
羽の生えたチビに逃げられ、新しい相棒のラブコールに失敗し、ご機嫌斜めかフェアリーガール。あら、それ喧嘩売ってます？頭に火がついたのなら冷やしてやるぞ。ちょっとやめてくださいお二人とも。こんなことを言ったで争っても意味です。忘れたのですか、私たちが今日集まってる理由を。私たちは100ゴールドポーカーでいいかしら。オーケー、トランプなんだ。ピースクール。お、すいません、プリシラ、一日隊長、ご報告があります。なんだ、いいところで。一日は取りなさい。ジュリア隊長が戻ってくるまで、ここまで、ここに集めた傭兵の、傭兵は私に指揮権があります。一度現場を見ていただきたくて。すぐ外？むむ？何もないじゃないか。びしょ濡れのルビドが一匹上がってきた。船でか？海からジャボンと名前でジャンプしてくるみたいに。そいつは泳いでここにやってきたということですか？それでそのルビーとあなたはどうしました？驚いて2秒ほど固まってしまいましたが、すぐに教えを思い出して隊長に報告に行こうと走り出した途端にまた海へと戻って行ってしまいました。手を出さなかったのは賢明ですね。うん。海岸警備隊が海を見張ってるのにルビーとどっから入ってきたんだ？潜水して警備の面を潜ってきたか。そんなことができるんですか？だとしたら船なんていらないのではありませんか？体力的な限界があるのでしょう。一定の距離まで船で近寄って、そこから船を捨てて潜水に切り替える。船なんて捨ててあったらそれこそ海岸警備隊に見つかるだろう。その前に何しにやってきたかです。スカウティング、偵察でしょうね。光線を避けてますし、どこから上がれるか、どこに何の建物があるかを確認した。わざわざそんなことをするということは、後ろに大きな戦力が控えている。大体場所は特定できました。なので戦略としては2つ取れます。このままここを守り続ける。戦力は心もとなく苦しい戦いになりますが、その間にジュリア隊長たちが戻ってくるかもしれません。敵が船を乗り捨てている地点を叩き、攻めてくる前に一網打尽にする。うまくいけば海上で戦える分こいつらが有利。ふむ、あっちな近海の南には3つの岩山とサンゴ礁が並んでいる。この奥にいれば海岸警備隊の視線が届かない。さらにそこから少し南、ゴースト諸島の北東に北を岩で囲まれた小さな島がある。そこを拠点にしている可能性が高い。ふむ、覚えてきたんですよ。ここを任されるにあたっては周囲の地形の把握ぐらいは最低限の義務ですからね。決闘で能力が約束されているのはお姫様のあなたとは違うんですよ。一言多いが負け犬としては見逃してやる。ふむ、いいかどうかはまずは決めないと。誰が反対するって？自力のディフェンスよりもオフェンシブに生きるです。責任は私が取るんですね。 Do your best、 全力でやれば結果はついてくるさ。止められる方が困ってましたけどね。ふむ、3人だけなのかこっちは。ということで今回時間がやべえんで、今回ここまでにしたいと思います。もしかしたら前後編になってるかもしれませんね。ということで、また次のパートでお会いしましょう。またね。